はいどうも、こんばんは、カズです。今回なんですけど、前回ですね1年以上前に、ライズアップの動画を出しました。それはね、僕がライズアップに行ってどうなのかっていう内容をねお話しした動画だったんですけど、それに対する、質問だったりね、問い合わせだったり紹介がね、そこから入ってくださる方ですね、すごい、いらっしゃいまして、おかげでね僕の方も、アンバサダーというものに、なったので、そちらについてですね、まず、その時、見てくれた方だったり、紹介で入ってくださった方に、ありがとうございますと、まずは、言うことをね伝えていきたいなというふうに思います。でその動画ですね、僕も、結構余った時間というかね、本当に短い時間でパパパッと撮ってね、アドリブというか何も、考えなしにね喋った部分もあったんで、あんまりねまとまりもなくて、改めてこのようなね形で動画の方をね分かりやすく、作り直そうかなというふうに思いました。でやっぱねそれには今後もねちょっとライズアップの動画、上げてほしいっていう方もいてくださったりしたので、皆さんね分かりやすいように Q&A 方式みたいな感じで、動画の方ねお伝えしていきたいなというふうに思っています。そしてですね、動画の最後には通常5万円の金券なんですけど、今回ですね期間限定で7万円になってるね金券の紹介キャンペーンもありますので、興味ある方だけでいいので、そちらもね、ご覧いただければなというふうに思います。てかね、最初から見たい方はそっちをねブブッと飛ばして、見ていただいたり、下のね説明欄の下にあります、DM インスタグラムなんですけど、インスタグラムの DM からね飛ばしてもらうことも、可能ですので、そちらの方からね良ければどうぞというところです。それではですね、早速 Q&A の方をやっていきたいというふうに思います。はい、まずライズアップとは何ぞやというところなんですけど、ライズアップグループ株式会社といいまして、パーソナルジム、いわゆるダイエットですね、ダイエットとかそちらがメインになってくるかなというふうに思うんですけど、あとはゴルフだったりイングリッシュとかいろいろなことをやっています。それぞれにですねコミットしたセッションやレッスンを行ってくれます。はい、そして2つ目、こちらはですねライズアップでできることということで、大体の方がですねライズアップって、ダイエットなんじゃないのかなというところを思われている方たくさんいらっしゃると思うんですけど、実際ですね、じゃあその具体的な内容ってどんな感じなのかなって言ったら、まず個室がありまして、そのねその中でトレーナーさんがついて、ちゃんとマンツーマンでね、はい、セッションという、ダイエットだったり筋トレだったり、いろいろねそのこちらの要望を叶えてくれるような、ことをしてくれます。ただですね、僕の方ライズアップゴルフとかイングリッシュとかねちょっと行ったことがありませんので、そこら辺はねご理解いただければというふうに思います。そしてその3、こんな方におすすめ。自分に甘い方、一人では続けられずすぐやめてしまう方、そしてね、3つ目、こちらが自分に合った、ダイエットだったり筋トレがねやり方がわからないっていう方に非常におすすめできるかなというポイントになります。3つね僕は、当てはまっています。はい、ちょうどですね、この3つが当てはまっていましたので、本当にねお金を出して、ジムに行ったっていうのはここが初めてでしたのでね、ここに該当する方には非常にね僕自身もやってみて思いましたけど、おすすめできるポイントかなというふうに思っています。そして4つ目、こんな方には不向きというところで、これねちょっと言い方が厳しいかもしれないんですけど、すぐね人のせいにしてしまう方ですね。痩せられなかったらトレーナーさんのせいだとかね、それはちょっと自分の、責任といいますか自分のせいで、なったわけでもあると思いますので、やっぱね人のせいよりはやっぱね自分自身をねちょっと決意をして、変わってもらった方がいいんじゃないのかなというふうに僕の方では思います。お金を払っても続けられないとか、すぐに行くのが面倒くさくなってしまう方とか、そのあたりが該当してくるかなというふうに思います。一つ目のですね、人のせいにしてしまうっていうのはねちょっとね良くないですし、三つ目もですねやっぱり自分で何かね行動しないと、変わらない部分っていうのが、どうしてもありますので、やっぱそこはねお金なり、時間だったりね、あとは面倒くさいなって思ったとしても、やっぱねその行ったことによる、効果っていうのは必ずっては言えないんですけど、ほぼやっぱ自分で、なんかね変わろうっていうふうに思って、動けば成果っていうのは出てくるんじゃないのかなというふうには思うんですけど、ちょっとですね何があっても人のせいにしてしまうとか、すぐね面倒くさくなってしまうっていう方は、ちょっとそもそも行くかもわかんないんですけど、人のせいにしてる時点だったり、その
行動力がない部分でどうしてもちょっと厳しい言い方かもしれないんですけど向いてない部分もあるかもしれません。でもですね、まあ、やっぱこんな方のためにもね、やっぱそのトレーナーさんが本当に真摯にね向き合ってくださるので、前向きに自分でね行動してみるのもいいんじゃないのかなというふうに思います。動けばですね、まあ、何かしら未来っていうかね、いい方向には変わっていくと思いますので、まあ、今回ねここちょっと該当している方も何かね一つね考え方を変えていくっていうのも一つねいい兆しになるかもしれません。はい、そして5つ目、トレーナーってどんな人っていうところなんですけど、僕のライズアップのトレーナーさんに対するね行ってみて、そうだったっていうのは、まあ、20代とかね30代とかの人がまあメインかなっていうような、そんな感じです。でですね、まあ、男女どちらもいらっしゃいます。なので男性じゃなくてね、やっぱね女性にやってほしいっていう方もいらっしゃいますし、逆に男性じゃなきゃ嫌だっていう人もいると思いますので、そちらはね、自分でちゃんと入るときに、その店長とかにね要望をちゃんとお伝えするのも一つね大事なポイントだと思います。でもちろんですね、トレーナーさんはちゃんと教育されていると思いますので、今のところ僕が全部当たった人はちゃんとした対応力だったり知識だったり持っているので、そこもね一つねライズアップのいいところじゃないのかなというふうに思います。そして、6つ目、こちらですね、トレーナーがもし合わなかったら、先ほど言ったですね、それだけ教育されている、トレーナーさんですが、やはり人間です。もちろんフィーリングだったりね、その人間性で合う合わないっていうのももしかしたらあるかもしれません。まあ、僕はね今行ってるところで、そのメインのトレーナーさんと、何回かね代行っていうね、そのメインのトレーナーさんが休みの時に、代わりに、セッションしてくれる方を代行さんというんですけど、その代行トレーナーさんと 何人か当たったんですけど、やっぱねそういうなんか不快な感じだったり、この人に今回ね教わってなんかちょっと嫌だったなとか損したなとかちょっと物足りなかったなとかは特にはないですね。やっぱ自分の、思ったことを僕は結構聞くタイプなので、それに対して全員ですねやっぱ答えてくれているので、非常に僕の中ではしっかりとね教育されていいトレーナーさんが多いなっていう感じではありますが、まあやっぱねやっぱ本当に合わないっていう場合もあると思いますので、その場合はですね上の店長さんに言ってですね速攻チェンジしてもらっちゃいましょう。はい、そして7つ目、これどんな人が来てるのっていうところなんですけど、僕から見てですね、20代30代40代50代ぐらいの人までがいるかなっていう感じはします。で、男女もちろん見ているんですけど、比率で言ったら僕が見る限りは男性が6割ぐらいかな、で女性が4割っていう感じです。名前とか付けてるわけではありませんので、やっぱね年齢っていうのはちょっとね分かんない部分が正直ありますけど、大体ねパッと見で、大体このぐらいの感じの人がなのかなっていうのは想像はできます。でやっぱね40代ぐらいが多いようなイメージが、なんかあります。どんな人が来てるのっていうところで、体型的に言うとですね9割ぐらいがねダイエットかなっていうところです。それでは8つ目、こちらはですね店内やサービスに関することなんですけど、まずですねライズアップでは何も持たず手ぶらで行くこともできます。トレーニングウェアをね貸してくれたり、シューズも貸してくれますし、タオルだったり、そのタオルの中にバスタオルとも含まれてるんですけど、あとはシャワールームだったり、あとシャンプーとかね、あとドライヤーとか、なんかいろいろとねあります。あとはそのセッション中には必ずねもう水がもらえます。はい、なんで飲み放題なんで本当にね何も持たずに手ぶらで行くことができます。なのでやっぱねプラッと今日行きたいなって思った時にどう行けますかみたいな感じで聞いて、手ぶらで行けるっていうのも一つねポイントかなというふうに思います。はい、そして9つ目ですね、ライズアップに行ってどうだった、メリットデメリット編。もうメリットはですねやっぱね個室そしてトレーナーさんがいる、この2点はね非常にでかいです。はい、やっぱりね、例えばこの後ろにあるベンチプレスをやろうとしても、いろんなねジムだと人が、います。そしたらやっぱねそのベンチプレスやりたいなって思っても誰かがね先に使ってたら、じゃあ違うとこちょっとねやらなきゃいけないとかやっぱあるじゃないですか。ところがやっぱねライズアップの場合は、完全に個室で、1人ですので、
そういうところで気を使うこともありませんし、あとはなおさらねトレーナーさんがついて、いちいちねその完全個室でやってくれるので、まあ、僕は気にならないっちゃ気にならないんですけど、やっぱ人目をね気にする方にも非常にねこれはメリットなポイントかなというふうに思います。なのでストレスもね本当ないです。そして予約をすれば、まあ、トレーニングルームとかね使い放題っていくらでも使えます。まあ予約をすればって言ってもそんなに使ってる人が今のところいませんので、ガンガンで使うこともできてトレーニングをするにも向いているかなというふうに思います。そしてですね、まあ、さっきのねトレーナーさんがいるっていうところもあるんですけど、2人でやるとねやっぱり楽しいっていう部分も非常にね大きいです。そしてデメリット、これもちゃんとお伝えします。まあ、僕の場合ですねデメリットで感じているところ、それがねズバリ金額ですね。まあやっぱちょっとライズアップってねどうしてもお高いかなっていうところ、皆さんもイメージあるかもしれないですけど、まあ実際ですねそれは事実かもしれないです。僕もじゃあやっぱねちょっとね高いなっていう感じはするんですけど、やっぱね個室だったりトレーナーさんがねすごいねいいところもあるので、まあやっぱ均等にね鳴らせば、まあそりゃそのぐらいするかっていう部分もなんかあるかもしれません。はい、それはこの金額を出してるからこのサービスを受けられるっていうところもあるので、まあやっぱデメリットでもあるんですけど、唯一挙げるとしたらそれがデメリットかなというふうに思っています。それでは10個目、はい、トレーナーさんにぶっちゃけ聞いてみたです。これはね一番皆さんも気になる内容のことをお伝えしていきたいなというふうに思います。ズバリですね、正直みんなダイエットの効果ってあると感じていますか？僕が聞きました。はい、そしたらですねやっぱトレーナーさんの方が、まあ、大体の方はありますと。じゃあ具体的に大体どのくらいなんですかって皆さんも思われると思うんですよね。なのでライズアップって入ってセッションが始まってからその30日間の間にねやめることができます。まあ、もちろんねその他でもやめることっていうのはできるんですけど、特にその30日以内だと確実に返金制度っていうものがありまして、大体やめてしまうっていう方はその30日以内でやめてしまうんですね。なのでその30日以内でやめてない方はどのぐらいいるのかっていうことをお聞きしました。そしたら返ってきた答えは 80% から 85% ぐらいは大体継続されて、はい、いるということでした。正式にですね、まあ、そのトレーナーさんも隠さずに教えてくれたんですけど、まあ、やっぱ約2割ぐらいはねやめてしまうということです。本当はですね、まあ、この辺もライズアップとしては答えたくないところかもしれないんですけど、やっぱね聞けばちゃんと答えてくれるところも非常に僕は好感が持てているというところです。それでは続いてトレーナー目線でどんな方が来ているのかっていうところもお聞きしました。年代がやっぱり10代から60代まで様々な方が来ているというところです。その中でも特に多いのが3、40代が多いそうです。で男女の比率なんですけど、これは半々ぐらいということでした。そして、どのような理由で来られている方がいるのかというのもお聞きしました。やっぱねメインはやっぱダイエットっていうところがすごいね多いみたいです。そして本当にねわずかな方が、まあ、筋トレだったり、あとはねコロナでストレスが溜まってしまったとか、ちょっと運動不足だっていうところでライズアップに、ね、参加してみるっていう方もいるそうです。まあ確かになんですけど、運動がですねストレス軽減だったり、そういったね体を動かして気分の転換になるっていうのは、これはもう一つ事実なことですので、ダイエットではなくても行きたいなって思ってる方、まずはね体験とか、まあ、そういうのでもね行ってみるのもいいのかもしれません。そして、トレーナーさんにですねやっぱ一番言われて嬉しいこととかやりがいって何ですかって言ったら、やっぱりまずやっぱね結果が出てそれのお礼を言ってもらえることはねもうマジで嬉しいと。そしてあとは二人三脚でやって、非常にね楽しいと言ってもらえることがやっぱねやりがいですということでした。まあこれにはですねすごいストレートに僕も納得しました。なぜかというと僕もね二人三脚で筋トレにトレーナーさんもね向き合ってくれて非常にね嬉しいなというふうに思っているからです。そして11個目、これはですね僕の紹介者、僕からですね、まあ、つまりライズアップに入ってくださった方でこんな成果がありましたとわざわざですね送ってきてくれる方がいらっしゃいまして、その中でね一番すごい方を今回ねちょっと時間が短くまとめたいので、一人だけねちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。ちょっとね読み上げますね。ライズアップの途中経過を報告しますと、ライズアップに通い始めてもうすぐ1ヶ月が経過します。前の体重が80キロ、今日の朝測ったら 73.9 キロでしたということで、6.1 キロかな、はい、やはり食事制限でここまで来ると感動です。目標は66キロなのでもっと頑張らないと。
やーこれ本当素晴らしいですね。普通に1ヶ月で6キロ痩せて、目標60キロ中盤が見えてきているというところですね。はい。で、その続きでですね、まあ、ライズアップ、正直ライズアップ通ってよかったですと、トレーニング方法から食事、睡眠、ストレッチの仕方などたくさん教えてもらったので、これから一人でやっていけそうですと。で、あとですね、2ヶ月が経って、70キロ切りましたと。はい。まだやっぱ脂肪ありますが目標に近づいていますと。本当にライズアップはいいスタートラインだったと思いますと。まあ、この方途中でですね、まあ、なんかちょっと骨折してしまったみたいなんですけど、それでもねそれだけの効果を得てるということで、僕はねこの方、まあ、すごい頑張ったんじゃないかなと。まあ、他の方がね頑張ってないとかそういう言い方をするわけじゃないんですけど、この人の頑張りは本当にすごすぎたっていうところも僕は思いましたので、まあこのね一番ちょっといい例とさせていただき、皆さんにこれをお伝えしたというところであります。はい。というわけでですね、まあ、以上、11点いかがだったでしょうか。 Q&A になってない部分もあったんですけど、非常にちょっと分かりやすく、頑張って、お伝えしようかなというふうに思ったので、これがねなんか皆さん分かりやすいとかあったらすごいね僕の方では嬉しいです。まあ、本当はねもっともっと深掘りしていきたかったんですけど、1個ずつやっぱやっていくとすごい時間になってしまうので、もう本当コンパクトにまとめたかったので、ざっくりではありますが重要部分を、お伝えしたつもりです。そして、あくまでもですね、まあ、これは僕の、言ってるライズアップの店舗の、話を、元にしていますので、他のね店舗がどうかはちょっとねわからないです。もっとねいい店舗があるかもしれませんし、逆にねもうちょっとやっぱり僕が、話した内容よりそれ以下の店舗もあるかもしれません。はい。そこに関してはねちょっとあのいろいろねその店舗によって人だったりそういう、ものもありますので、そこはご理解いただければというふうに思います。それではですね、最後にその紹介キャンペーンの方をお話ししていきたいなというふうに思います。通常ですねライズアップの紹介キャンペーンというのは、紹介した方に5万円の金券、そしてまあ一応ね僕も5万円の金券というのがいただけますが、今回ですね通常その5万円なのに対して今の期間だけ7万円というふうになっています。じゃあその7万円の期間って具体的にいつなのって言ったらですね、2021年の8月から2021年の9月の末までということで、この期間限定で7万円のキャンペーンが行われるというところです。7万円はやっぱ年で、ね、本当に何回か1回とか2回やるのかなっていうぐらいなので、非常に、ね、おすすめの、期間になっています。で、通常入会料がですね、まあ、5万5000円かかってしまうところ、5万円だと5000円は自分でお金出さなきゃいけないんですけど、まあ、僕も出しましたその時。ただやっぱ7万円あるとね1万5000円余ります。なのでやっぱそこで、ね、サプリメントを買ったり、あとはセッションにも使えるんだけどな、まあ、これはちょっとその店舗の方に聞いてみてください。ですのでね、まあ、今非常にねおすすめな時期ともなっていますので、まあ、もしね入りたい方がいればっていうところなんですけど、まあ、それはそれでねよく考えてみていただければいいんじゃないのかなというふうに思います。あくまでも僕ご両親系ではありませんので、行きたきゃ行けばっていう感じの人間です。はい。ただ、まあ、無責任のように聞こえるんですけど、いただいた DM とかねしっかりなるべく返すようには、まあ、ちょっとね心がけていますので、まあ、その辺もですね気になる方いれば、まあ、僕の方にね、まあ、DM 投げていただければ返事すぐか分かんないんですけど、まあ、なるべく返すようにはしておりますので、その辺もね気になった方は、ぜひね投げていただければというふうに思います。それでは今回のライズアップ動画、以上になります。これがねもし本当に行こうかなとか、ダイエット頑張ろうかな、筋トレ頑張ろうかなっていう人の何かね参考とか、きっかけになったらね僕の方めちゃめちゃ嬉しいので、その場合ですねぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などなどよろしくお願いします。ご視聴していただきましてありがとうございました。また次の企画でお会いしましょう。